ノンストップ行ってきます。行ってらっしゃい。来ます。はい、緊張する。あ、なんとちょうど見てください。出発、出ます、出ます。ここにいます。女の子です。女の子です。見てください。頑張ります。ありがとうございます。緊張します。緊張します。もうすぐ。お願いします。終わった、終わった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。終わりました。終わった。よかった。これからドラマの撮影です。はい。その前に取材を一個受けて。今日は夜まで。ああ。撮影です。夜までか。長いですね。まだ11時です。あと12時間。働きます。頑張りましょう。頑張ります。ホワイトポーズ。テンションだ。テンション上げていかないと。でも今日は動画回します。確かに。あとで楽屋でも回しますか。回しましょう。あ、今日のアクセサリー。今日のアクセサリーです。可愛いアクセサリー。あ、顔のピント、顔にしかいかない。ありがとうございます。では、後ほど私は冷麺食べてきます。はい。冷麺来るんです。冷麺。来たんじゃ。いただきました。ノンストップさんに。ありがとうございます。冷麺作りましょうかって言われて。いただきましたね。めっちゃ。いただきます。新しいの。はい。いただきん。まあ、いただきます。本当に美味しいんですよ。美味しそうでしたもんね。うん、まさかスタジオでゆっちゃんが食べれるとは思いもしなかった。シャリシャリ。これお店ではお酢とからしかな、はい、なんかもう自由にかけてくださいみたいなのあるんですけど、お酢がまた美味しいんですよ。はい、どうぞ。いいですね、暑いんで今日も。なかなか。美味しい。冷たい。設楽さんはかっこよかった。今日もかっこよかったですね。でもあんま見すぎると、あ、そうか、バレちゃ う見てるのバレちゃう。バレちゃう。美味しい。もう今度ご飯連れてってくださいって言っといた。あ、設楽さんに。うん。うん、ぜひぜひ。そんな言い方。ぜひって言ってくる。嬉しい。連れてっていただきますね。うん。夜長いんでね。落ち込んでる。落ち込んでるのか。汗を出し15分。汗を出す。それあれです。それオグ。小倉くんの真似です。かわいい。みんな仲良しですよね。ね、羨ましい。出演者の皆さん。うん。パチの。いいよね、やっぱあって同世代が集まってると。なんか男子校って感じしますね。うん。男子校。それに北村さんもいて。ね。先生みたいな。うん。本当に。羨ましい。いつも寂しい。女性一人ですもんね。でも北村さんに。そうか、北村さんにいろいろとお世話になってます。そう、仲良し。まいちゃんって言ってくれてますもんね。今まいちゃんって言ってる？北村さん言ってるわ。北村さんまいちゃんって言ってますよ。気づかなかったんですか？まいちゃんって言ってます。北村さんもね、めちゃめちゃユニークな方なんです。うん。
本当に面白いね。すいません、間もなくです。はい、いつの間に。もうすぐでみんなに会えます。会える。うん、ピカピカ。大好き、これ最後探すの。わかる、わかりますよ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ちょっと待って、恥ずかしい。サクラマン、サクラマン、バッチ、YouTube 今日はスカートスタイルですね。そうなんです、今日スカートなんです。あ、すいません、あ、リップがついちゃった。今日はスカートなんです。あー、クロックスがついちゃいますが、スカートとパンツと長袖と半袖がありますが、今日はスカートに半袖。おこうですね。あ、綺麗綺麗、めっちゃ綺麗。来ました。ここからこう来ます。シャキー、来たー。綺麗。ノンストップちょっとこうなって、ちょっと可愛くなっちゃいました、ごめんなさい。ちょっと本当はこうです、本当はこうです。難しいよね、この絶妙な、うん、ここです。何も見るのはちょっと難しいです。はい、よろしくお願いします。あ、今日はこのリボンがネイビーなんです。確かに、なんかそう、実は黒とネイビー2色あって、なんかね、気分でメイクさんと、ね、うん、この間黒つけたから今日はつながりないしネイビーで行こうかみたいな。今日はネイビーにしました。ネイビーかわいい、かわいい。サクラマン、サクラマン。また後ほどです。はい、それめちゃめちゃ重そうに見えるんですけど、そうでもないんですよ。全然可愛くなる。なんか教えてもらったの、教えてもらったやつ、あ、ありましたね。合ってるんですかこれ。合ってるんでしょうか。そもそも合ってる。誰も正解わかりません。ここにいる人間と誰もわからない。終わりました。終わりました。はい。し、回った。終わりました。今は8時。20時過ぎです。私たちは今から夜ご飯を食べます。はい。はい。まだまだ撮影続くよ。おうどん。いただきます、はい、たこ焼きも買ったから後で一緒に食べましょう、はい、たこ焼き食べれます？食べますよ、いいんですか？食べましょう、6個も入ってるから。いただきます、いただきます、うん、うん、めっちゃ美味しそうじゃないですか。うん、うん、担々麺。今髪黒いで、うん、でも黒染めはしてません、暗く入れてるだけなんだよね、うん、明後日から出っ歯が始まります、うん、でもその前に7時からもあるよね、なんか自衛隊の。そうです、自衛隊特番。はい、自衛隊特番もあるので見てほしい。電池切れました。マネージャーさんの iPhone で撮ってます。
めっちゃシネマティック。本当ですか？どこにいても認知してくれ。認知してる。認識か認識認知して私のこと認知認知認知欲しいです。認知ください。髪伸びました。本当だ。うん、伸ばしてますもんね。うん、以上です。髪の毛報告。うん、すごい、なんか手も綺麗に映ってます。そう、うん、なんか気持ち悪くない？ぬるぬる動く感じですか？うん、なんかすごい自分の手じゃないみたい。食べました、おうどん。早い。鉄パチ見てください。全然告知してできてないから。6日の夜10時から第1話、15分拡大だそうですよ。そうですね。そうなんです。15分、初回は15分拡大。楽しみ。めっちゃ楽しみ。本当に見てください、皆さん。面白いですよ。面白いです、本当に。なんかいろんなところから集まってきた候補生たちの成長する姿とかめっちゃ泣けるよね。なんか泣けますね。うん、撮影しててもちょっとグッとくる。うん、見てください。鉄パチ、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 撮影も楽しくやってます。毎日楽しく。はい、そろそろ私はたこ焼きに行きます。はい、お召し上がりください。マヨネーズをちょっとたくさんかけてくださいって言ったらこんなかけてくれた。ピントが来ないけどこんな感じ。ボケても分かります、マヨネーズって。で、人で提供してくれたから、うん、熱いと思う。まあ、うん、12時間経ちましたよ、朝から。早い。早いです。なんかさ、白くないっていっぱいさ言われるけどさ、周りが黒すぎるのもあるかもしれない。あと長袖だから焼けないっていうのがあるんだよね。うん、なんか白すぎとか言わないでください。怒ってる。うん、白すぎとか言わないで。あと髪暗くしたから多分。ああ、なおさらですね。はい、パーソナルカラー診断行きたいんですよ。うん、診断してもらいましょう。うん、 YouTube で検索したらなんかもう調べてくれてる人が。ああ、白石さんの。そう、勝手に調べてくれてる。そう、イエベハルだった。イエベハル、うん、セカンドでブルベナツだった。でも調べてくれた人がいるから、うん、すごいありがたい。合ってるかどうかね、実際にこう当ててみてほしい。合ってますか？合ってる？これ何色？どう？緑似合いますか？うん、座布団。緑って何なんだろう。あ、緑の方がなんか明るくなるね。うん、うん、なんか赤ちゃんの愛かちょっと違うね。なんかちょっと重いっていうか、うん、やっぱ私はこういうのやりたい。ペラ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 ってやったい。これ今度調べてきます、皆さん。うん、こんな感じかな今日の動画。まだ撮影あるんですが、しかし明日夜10時からデパチ見てください。見てください。うん、口ついてる。
てますよ。嘘。本当だ。つら。ずっとついてたかもしれない。つら。モザイク入れたここに。来た。デッパチ。これもらいました。消毒シュッシュ。スプレー。スプレー。もらいました。デッパチ。よろしくお願いします。お願いします。頑張ります。残りの撮影も頑張ります。皆さんまたインスタで会いましょう。インスタとマネージャーさんのツイッターはいっぱい更新してもらいます。あとはテッパチの公式インスタ見てください。ツイッターもあります。ツイッターもあります。ぜひよろしくお願いします。お願いします。それではじゃあね皆さん。We'll be right back.